こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。甲府駅に同級生とそのお友達を迎えに行きました。ちょっと信玄さんを撮ってみました。少し前に整備されてすごく綺麗になったバスターミナルとかタクシー乗り場です。これは甲府駅の様子です。なんかちょっと午後から雨が降りそうなんですけど、中央道が集中工事だったので同級生とそのお友達に電車で来ることをお勧めしました。今から迎えに行きます。車で駅の30分無料の駐車場に停めてあります。久しぶりの甲府駅かと思ったけど、この間長男のところに行くのに猿橋に行くために電車に乗ったので、そう久しぶりではなかったです。少し早く着きました。甲府駅に帰りお土産を買って帰ったりもできるから、車で来るのとまた違って楽しいんじゃないかなと思って。渋滞もないですしね。暑さも開示もすべて指定席になったので、まあ、切符を予約すれば便利だと思います。いいよ顔出し。ちょっとだけいらっしゃいませ。はいはい。近いく？思った。そう。ちょっと大人向けのランチでおもてなしました。下までグッと行っちゃえばいいの？行っちゃっていいよ。別に上に乗っかってるだけだから。可愛い。本当美味しい。本当。うん。あ、これ。熱いよ。うん。あ、カニも効いてる。美味しい優しい味だね。カニ。美味しい上品。これだよ。それカニカマじゃないんじゃないの？カニカマだよ。カニカマに見えないね。食べてみたらわかるかな。さて、今日はブログ形式でお伝えしていきます。お知り合いのお店の前のビバーナムティムズ、これがもう何年も植えてから花も咲かないということで、なんとかしてくれということで、あと鉢も重いし、なんか植え替えを頼まれました。まあ植え替えっていうか、そのビバーナムティムズはもう花も咲かないからいいっていうことで、なので、もう私が寄せ植えを作ってあげるというふうに言って、寄せ植えをすることにしました。このちょっといきなり鉢を乗せてくることになってしまったので、まあ、ちょっと土で汚れたりしたので車の後ろをちょっと整えています。根詰まりしているそんな様子の葉っぱの様子です。とにかくこのビバーナムティムズは私は家の前の玄関のところに置いていたんですけど、すごく花が綺麗に咲いて実も今なっているので、好きな植物の一つなので、このビバーナムティムズをいただくことにしました。そして新たな寄せ植えを作っていきます。まあ、なるべくお金はかけず自分の家にある植物で寄せ植えをしようかなと思います。ギボウシが植わっていたんですけれど、ギボウシはちょっと日向なんですよね、お店が。やっぱりこれは向かないと思ったので、ちょっと抜かせていただいて庭に植えさせてもらいました。まあ、とにかく植え替えをして、まずとにかくこの鉢をね、全部
出してしまおうと思って、でまたここに植えてある金魚草をうまく生かしていこうと思います。鉢がこう少しなんていうんですかね、狭まってるっていうか、まあ抜くのが大変でした。根が張っていて、もう動画のことは忘れて必死でやっております。ようやく抜けました。土はもう本当に肥料分のないような土になっていました。でこのビバーナムティムズは何本かこう植わってる感じだったので、根を分けて私の家にある鉢に植えていきます。なるべく土を落として新しい土で植え替えてあげようと思いました。ちょっとうちにあった鉢を使って植え替えていきます。植わっていた小さい方ももう一つの鉢に植えました。これで水をたっぷりやって、うちのビバナムティムズに並べておきました。寄せ植えには中心にガウラを入れて、金魚草、もともとあった金魚草とうちにあった背丈の高い金魚草、そしてランタナ、ペンタス、エリゲロン、そして後ろ側にコスモスを仕込んであります。結構夏にこれからずっと楽しめる寄せ植えになったと思います。またガウラはもう多年草なので、ずっとこのまま植えておいてもらえるかなと思います。金魚草も切ってしまえば長く持ちます。母の日に長男のところからカーネーションのアレンジメントをもらいました。次男はこの間来た時に一緒にお花屋さんに行って、このひな祭りというアジサイを買ってもらいました。去年ブライダルシャワーというやっぱりアジサイを買ってもらったんですけど、これもまた今年も挿し木したりして増やしたいです。驚いたことに三男からは花束が届きました。もう百合がたくさん入っていて、もう玄関が今もとても良い香りに包まれています。もうギュッと花束になっていたので、ちょっとこれはほどくようにして花瓶に生けて玄関に飾りました。まだこの写している時は百合が全然開いてないんですけど、結構たくさん百合が入っていて、とても素敵な花束でした。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。ではまた。